こんにちは、ベノックゴルフの奥田です。今日は左利きの方のパターの選び方、実はないですね。だってお店に売ってませんもんね、ほとんどね。ずらーっと右が並んでて、左って何本あるんやろ、取り寄せましょうか、これの左取り寄せましょうかみたいな話ですもんね。そういう左の方がどうしていいパターンに巡り合えるかっていうのは、なかなか実際問題難しいです。だってパイが小さすぎますから、右が 99% 左が 1% ぐらいかな。なかなかそこの市場に商品を展開するメーカーさんはないかもしれません。でもね、ベノックは僕が左利きですから、いいパターンずらりと並べてるんで、ヒッティング来られたらいいと思います。では本編でね、どんな内容を語るか聞いてみましょうかね。なかなか厳しい左利きゴルファーの事情ですね。今日は左利きの方のパターについてっていうことを語ったらいいかな。そうですね、はい、左利きの方はどう選んだらいいですかね。なかなかお店に売ってないの。右利きのパターずらーっとお店品揃えんやけど、左のパターがずらーっと並んでんのは、僕の知る限りはダブルイーグル銀座だけちゃうかな。なぜ知ってるか言ったら、ダブルイーグル銀座にベロックの左利きをラインナップずらっと僕が並べてるからヒッティング受けられなくても、そもそも右利きの方と左利きの方って全くパター選びの環境が違うの。右利きの人ってお店行ったらパターシダできるんやけど、左利きって置いてないケースもある。ネットで何々モデルの左が売りが出てたらプチッと押して買われたり、他のドライバーとかアイアンとかでも売ってないメーカーもあるぐらいやから、レフティーゴルファーっていうのはクラブ選びを右利きとはだいぶ違う環境でやっておられます。僕自身が左利きなんでね、右利きの人でもこんなに広いところでパター選べる環境ってそうそうないと思うんやけど、まずは向いた方向にまっすぐちゃんと本当に向けてまっすぐ出てるか、こういうことを調べられる環境があればいいんやけど、なかなかお店でパターのためにこんなエリアを用意できないよね。短い距離でもこっからこう打つのと、建物に平行でこうやって、あ、これ逆にこの目で切れちゃったけど、全然難しさが違うんですよ。建物に平行とかマットに平行やったらガイド線があるからまっすぐ打ちやすいわけ。でもこれが突然斜めになった瞬間に難しいから、シダーコーナーとかでテストするならば、ターゲットに対してまっすぐ向けて打った結果がまっすぐちゃんと出るかどうか、これが1球目がまっすぐ出なかったら2球目はみんな調整するんで、1球試してみること。違った方向に球が出たらそのパターンはまっすぐ向けてないってことでね、まあ、僕の理論では4メーターなんかは絶対まっすぐ向けなおかしいと思ってるから、これが向けへんいうことはパターンが相当合ってないんやと思います。4メーターってカップもボールも同一視野で見れるから、まっすぐ向けて当たり前や思うね。左利きゴルファーの方、数少ない選択肢の中から、もしシダコーナーがあるんなら1球試してみて、狙ったところに球が出るか。ベノックのフィッティングなかなか受けられない全国のレフティーの皆さんは、ダブルイーグル銀座さんに行ってもらったら、ベノックのレフティーのパターたくさん用意してるんで、そこでまっすぐ向けるかどうか試して、パッチも合うようであれば購入されるもよし、東京スタジオでフィッティング受けられるもよし。でも気をつけていただきたいのは、京都にしか左パター今置いてないんですよ。東京スタジオに左のパターのご予約が入ったら、京都のシダパターを東京に送っておきますから、2セット持つ必要がないほど左のゴルファーって少ないんですよ。左のパターね、グリップを刺したりシャフトを刺したりするのをまっすぐ入れるっていうのが本当に難しいんですよ、右利きの方がやると。そこは安心してください。私自身がレフティーですからね、まっすぐ向きやすいのと強く振りやすいっていう2つの理由があって左のパターを打ってます。例えば左のパターで強く左を狙います。こんな感じ、外れたけど強く打てるんやけど、右のパターで同じように 4m そこそこ僕向けるんですよ。同じ要領でそこそこ打てるんですね。でも強く打とう思った瞬間にね、なんかぎこちなくうまいこと打ってた利き手をこう向け打つのと、こう向け打つね、こう向け打つ方で振りやすいかな。試しで右打ちの人が左でやってみるのもありなんですか。いや、ないですね。
やっぱり右利きの人はあくまでも右で打たはんのがいい。もう右でどうしようもないほど一歩数になられたら左で試すのもいいかな。一つ言えるのはね、利き手だけじゃなくて利き目っていうのがあって、僕は左利きで右が利き目ないね。そしたらターゲット見るときに右の視野の方ではっきりしてるから、左利きで右が利き目やったら左打ちはすごく有利かなと。右利きで左目が利き目やったらとっても構えんのに有利かなと思います。右が利き目やったら右利きの人こっちの方でなんかこうよくはっきり見えるやん。そしたらバックスイングでヘッドの動きが気になるやん。気になったらあんまりいいことない。後ろは見えん方でいいからね。見えると慎重に丁寧になる。バックスイングのヘッドスピードがゆっくりになったり、正確にまっすぐ上げようと心がけて関節が複雑に動いたりしてパッティングが難しくなりますね。パターするのに有利なのは右打ち左利き目、左打ち右目が利き目が有利やと思います。僕が右で打つのやめんのは強く打てないということと、構えた時のまっすぐの精度がちょっと悪い。外したらとんでもないところに、まあ、そんなところですかね。左のパターがこんだけあんのは多分世界で打ちが一番じゃん。だって僕左利きやから。それはやっぱり社長が左利きやから思い入れがある。僕が左でこのパターシダ打ってみたいなって思うから作るんであって、商売的には振り切って右しか作らへんメーカーだってあるからね。パーセントで言ったら 1% あるかないか。例えば練習場だって右打席ばっかりで左打席でちょこちょこってあるだけやしね。練習環境も悪い、品揃えも悪い、左でやるメリットってないから。左打ちの女子って僕2人しか見たことない。アイアンメーカーのロディアの店員さんとタダプロかな、 LPGA のツアープロで今レジェンズこの前から出てはってベノックパターで活躍してくださってますけど、本当に女子で左打ちって僕2人しか知らない。男子はもうちょっと多いですけどね。でも皆さん僕の知る限りはお店でシダできるぐらい品揃えのあるようなショップはそうそうないみたいですよ。まあ東京はあるのかもしれないけど京都ではなさそうですね。出物が出たらすぐにネットでも買ってしまはります。本当はシダしてね、右の人と同じようにピッティングなんか受けながらクラブ作らはったらもっといいのかもしれんけど、左利きで困った人はもうとりあえず関東にあったらまずはダブルイーグル銀座、関西やったらベノク来るべきですよね。左利きの僕がフィッティングするからバッチリ、はい、スタッフが組み立てるんやけど全部僕がグリップの向きシャフトの向き全部チェックして OK が出て納品しますので、左利きはベノックもう間違いないです。絶対最高の一本をお届けします。結論から言うと左利きのパターを選ぶならベノック以外ないってことでした。シダだけまずは試したいと思われたらダブルイーグル銀座、フィッティングを受けられる方は東京スタジオ、京都スタジオでフィッティングを受けてください。ただシダパターがワンセット京都にしか常に置いてませんので、東京スタジオでフィッティングを受けられる際は必ず左利きですということをお伝えの上、最低1週間なり先の日取りをご予約して来ていただきますと左に対応できます。京都は普段は置いてますけど東京に移動しているタイミングがあるので、やはり最低1週間先ぐらいを予約してください。ベノックといえども左利きがワンセットしかない状態です。厳しい環境の中で頑張っておられる左利きのゴルファーを全力応援するのが奥田の使命だと思ってますので、ぜひ全国のレフティーゴルファーの方はベノックでフィッティングを受けてください。これが私のパター左利きのフェリーチェ、2018年に作ってからずっとこれ1本で頑張ってます。本当はカーボンにしたいんやけど作ってもらえませんスタッフが忙しくてスチールで頑張ってます。この動画が良かったら全国の左利きのゴルファーの皆さん、ベノックでどしどしご予約ください。ではまた来週。